この後すぐ虹の字僕たち元気で虹色ジーンスタートです。地球丸ごと見聞録はルーマニアブカレストから通な情報をお届け。美容大国ルーマニアで今女性が大注目しているエステって日本でも馴染みのこれ、虹色ミラクルチェンジ。茨城県で酒屋さんを営む嫁シュートメがダブル変身しますよ。プロの手によって見違えるほど変わったその姿とは。虹色お土産ハンティングでは情緒あふれる街石川県金沢で隠れた名産品を発掘しちゃいます。果たしてどんな一品が登場するんでしょうか。いただいちゃいます。さあ続いては地球丸ごと見聞録のコーナーです。ガレッジセールさんお願いします。はい、地球丸ごと見聞録は番組キャラクターのジーンちゃんが毎週海外の街を訪れて一般のガイドブックに載ってないその街の通な情報をお届けします。さあ今回ジーンちゃんが訪れたのはこちらです。ルーマニアの首都ブカレストでございます。さあどちらにあるかといいますとヨーロッパでももう東です。東のこの黒海に面しております。上はウクライナ、下はブルガリア、それに挟まれたルーマニアの首都ブカレストはこちらにあります。はい、そしてジーンちゃんが旅先で撮ってきた今週の一枚テーマはこちら。ルーマニアで定番の冬の飲み物には、さあということで写真ご覧いただきましょう。ドン。さあ日本でも皆さん必ず目にしたことがある有名な飲み物の中にこれを全部入れます。リンゴ、みかん、リンゴ、みかん、そしてこれはシナモン、そして胡椒まで入れちゃうと、それがもう冬になるとルーマニアでも皆さん飲まれると。さあどういう飲み物なんでしょうか。はい、それでは参りましょう。地球丸ごと見聞録、今日からあなたもブカレスト2。今回のブカレストはイスタンブールで乗り継ぎの際一泊のホテルを提供するワンナイトイスタンブールキャンペーンを実施中のトルコ航空に乗って到着。人口およそ200万人の人々が暮らすルーマニアの首都ブカレスト。歴史的建造物が立ち並び古くからバルカン半島の小さなパリと称えられてきました。そんなブカレストでひときわ目を引く建物が国民の館。社会主義政権時代に建設されアメリカの国防総省ペンタゴンに次ぐ。かわいい、ピンクだ。夏は40度近くまで気温が上がるブカレストですが冬は一転氷点下の世界。しかし厳しい寒さの中でも東欧で唯一のラテン系民族であるルーマニアの人々は陽気で明るい暮らしを送っています。この地を訪れるとその開放的で豊かな国民性に幾度となく触れることができます。ジーンちゃんがやってきたのは小説ドラキュラ伯爵のモデルとなったブラド3世が築いた砦の跡。あたりには神秘的な空気が漂います。ジーン、ビナイヴェニトンボクレシタ。オペラ鑑賞みたいな。ジーンちゃん、脅かしてごめんなさい。すごい綺麗。今回ブカレストの虹色ガイドを務めてくれるのはこちらのブルンドシャさん。私が冬のブカレストを案内するわね。ルーマニア・ブカレストの旅、まずはグルメから。市場を覗けばルーマニアの人々の食生活がわかるわよ。早速ブルンドシャさんの案内でやってきたのはブカレスト市民の台所マタケ市場。ここでもたくさんの笑顔が観光客を迎えてくれます。並んでいるのは色とりどりのパプリカにルーマニアの人々の大好物クルミやリンゴなど、どれも手頃な値段で手に入れることができます。そんな市場の中で
ペットボトル入りの謎の液体をジーンちゃんが発見。ジーンちゃん、これはルーマニアの伝統的な調味料ボルシュよ。小麦を発酵させた液体でルーマニア料理には欠かせないの。ルーマニアにはそのボルシュを使った冬の定番メイク、チョルバの完成。チョルバは仕上げにサワークリームを入れると味がまろやかになってさらに美味しくなるの。ボルシュの酸味が効いててとても美味しいわ。このチョルバを食べてルーマニアの人々は寒い冬を乗り越えるの。次はとっても温まる飲み物よ。冬のルーマニアの通な飲み物とは一体？やってきたのはワインの専門店。ヨーロッパの中でも安くて美味しいワインの産地として知られるルーマニアではペットボトルを持参して好きな量だけ買うスタイルが一般的。1リットルで？ホットワインください。ジーンちゃん、ルーマニアのホットワインは一味違うのよ。ホットに赤ワインを注ぐと、まず中へ入れるのはオレンジとリンゴ。大きめにカットして豪快に入れていきます。そこへシナモンに砂糖、さらに胡椒をたっぷり振りかけて沸騰寸前まで温めます。ルーマニアでは甘くてスパイシーなこのホットワインは元気が出る飲み物として昔から愛され続けているんです。フルーツのいい香りがするし、胡椒が効いているから体が温まるわ。みんなこのホットワインが大好きだから、スーパーには簡単に作れるスパイスセットも売っているのよ。すっかり冬のグルメを満喫したジーンちゃん。この後、美容の先進国ルーマニアで人気の通な美容法と優雅なエンターテインメントをご紹介。世界の街の通な情報をお届けする地球まるごと見聞録。今回はルーマニアの首都ブカレスト。氷点下の厳しい寒さの中、人々は陽気な暮らしを送っています。次はブカレストで楽しめる夜のエンターテインメントを紹介するわね。ということで、夕方になるのを待って再びブリンゴ社さんと待ち合わせ。ジーンちゃん、オペラが始まるわよ。なんと、おすすめのエンターテインメントとはオペラ。国立オペラ劇場ということで、ドレスアップした人々でいっぱいかと思いきや、そこには子供たちや家族連れの姿が。ブカレストではオペラは気軽に楽しめるのよ。ルーマニアではオペラなどの文化的活動は国が全面的に支援しているので。最後に出たけどね、時間切れでした。牛まで行ったら次馬来るかなと思ったら、まさかの奈々さんのタヌキ。タヌキがバクって馬車になるって。タヌキの前にカカシもありましたからね。さあ、ということでブカレストの素敵なお土産は我々がいただきます。いや、もう奈々さんにあげたからもう奈々さんにあげたもん。さあ、そしてこちらのお土産と番組特製グッズ、キーワードと応募の宛先は番組の最後に発表しますので、お見逃しなく。はい、来週の地球丸ごと見聞録はカンボジアプノンペンからお届けします。お楽しみに。はい、はい、ガレッジセールさん、どうもありがとうございました。 DVD です。なんとも今からもうギターをやってます。やってます。生演奏でやるんですね。リードギターのリードボーカルだから、でメイクも変身して、それこそさっきの変身みたいに、ね、キスのようにメイクして、ハイテキライフのパートナー、ジャパネットとパパガシーレンカー